ジェノバ水族館はイタリア最大の水族館であり、ヨーロッパでも最大級の規模を誇る。イタリア、ジェノバの急行に位置する3万3000平方、フートの水族館はヨーロッパ動物園、水族館協会に加盟しており、毎年120万人の観光客が訪れる。水族館はジェノバ出身のクリストファー・コロンブスの新大陸発見から500年を記念して開催された。 1992年のジェノバ国際博覧会に合わせて建設された。海へ出港する準備をしている船のようにも見える建物はジェノバの建築家であるレンゾピアノビルディングワークショップのレンゾピアノが設計した。内装デザインと1992年オープン当時の展示はデザインチームケンブリッジセブンアソシエーツを率いるピーター・シャーメーフが設計した。 1998年、水族館は、もともとあった建物という歩道でつながる100メートルの船の展示棟を追加した。ジェノバ水族館、エイプール初期の展示のコンセプトは、1492年の旧世界と新世界の出会い、1992年のエコ知識と現在という二つの視点から、リグリア海、大西洋、カリブ海の岩礁を見せることである。 水族館には70の水槽があり、総計で600万リットルの水が使われており、展示スペースはおよそ1万メーターズにも及ぶ。ジェノバ水族館は、アクアリング EU プロジェクトに参加しており、ドキュメント、写真、教育、オンラインリソースセンターを通じた、相互オンライン通信など、アクアリングのために科学的な知識を提供している。ありがとうございます。